皆さんどうもこんにちは、リアルです。今回は、リベレーションズの、ゲートキー、じゃキーパープロテクターっていうね、なんだろう、一緒に戦ってくれる相棒みたいなやつの、出し方をご紹介したいと思います。まあ、簡単にね、どうってやるかっていうと、マップ上にね、3箇所に落ちている 3箇所に落ちている、ごめんなさい、すいませんね、3箇所に落ちているパーツを入手して、とある場所で組み立てる。それだけでございます。まあ、いわゆるシールドとあんま変わりません。で、パーツのある場所なんですけれども、一つのエリアに一個。オリジンズエリア、もしくは、モブオブ、いわゆる左の方のエリア、左の島エリア、あそこですね、あっちエリアに一個。で、シャングリラ、デアアイゼン、キノ、いわゆる右の島エリアに一つ。でね、ここ見えないんですけど、この奥にあるフィアリットエリアに一つですね。でね、毎回同じ場所に出現するわけじゃなくて、一つのパーツにつき候補が3箇所ありまして、その3箇所の中から毎回ランダムで1箇所に出現します。今回はその候補地を全て教えたいと思いますので、よろしくお願いします。さて、まあ、順番はまあどれからでもいいんですけど、とりあえず今回右からいってみましょうか。順番どれでがあるんです。順不動ですね。はい。というわけで、シャングリラルートから来まして、ずーっとまっすぐ進んでもらうと、デア・アイゼンドラッハのルート、ルートじゃない、エリアに来ます。ここでね、まず、ここ。4人の像がある右。樽がありますよね。ここ。ここが1個目の候補地です。ここです。はい。で、次は、ずーっとまっすぐ進んでもらって、ピラミッド。ピラミッドがありますよね。ピラミッドの、ここ。これですね。取ります。ここです。で、もう一箇所。もう一箇所はずっとね、まっすぐ進んでいただいて、木のデア当店のところのエリアで行きますよね。木のデア当店のエリアをずっとまっすぐ進んでもらって、こちら。ガムがあるとこの左。ジャンプ台の手前ですね。ここの赤いソファー。この上にあります。じゃあこの赤コースじゃないって間違えた、こっちですね。ここにあります。この赤いソファーの隣にある机の上ですね。ここにあります。3箇所目で、これでね、この3箇所を探していただければ1つ目のパーツは手に入ると思いますんで、探してみてください。それでは2つ目のパーツへ行きたいと思います。はい、続きましてはフィアリクトエリアですね。精神病院エリアの方にある2つ目のパーツをご紹介します。スピードコーラがを真正面に今で右側のこの棚の上、ここですね。これにまず1箇所目、これです。ここにあります。はい。で、次、スピードコーラの左、階段を登ってください。登ってくるっと回って先に進んでもらいます。そうするとですね、トラップありますね。トラップ、こう、ボックスの候補地とトラップがある右、この車椅子の上、ここが2箇所目。トラップの右の、車椅子の上です。ここは2箇所目です。で、次は戻ってもらって、これですね、キッチンがありますね。キッチン進んでもらって、ブンダーフィーズのある後ろの車椅子、ここです。ここが2、3箇所目です。はい、今の3箇所を探してもらうと2つ目のパーツが手に入ると思います。それでは3つ目のパーツの方へ行きたいと思います。はい、3つ目のパーツは、モブ・オブ・ザ・デッドのエリアにあります。カフェテリアっていう場所があります。カフェテリアのとこまっすぐ進んでください。ミュールキックを真正面に見てもらって、右、ここですね。これです。はい。これが1箇所目です。ここ1箇所目にあります。はい。で、次、ぐるーっと戻ってもらって、ぐるっていうか、まあ、戻っていただいて、階段登って、ずーっと戻ってください。こちらですね、戻っていただいて、KN がありますよね。これずっと通過していただいて、上まで持ってください。上まで戻っていただくと、こちら、ブンダーフィズ。かつてね、オリジンズをやったことある人は、ここにパッカーパンチがありましたよね。この場所の、ここ。ここです。ここに、2箇所に、候補です。ここ候補地です。まあ、ブンダーフィズの真正面って見てもらえばいいですね。ここです。ここが2箇所目です。それは最後のやつ行ってます。それずーっとね、行ってもらって、今度は、スタミンアップ。スタミンアップと、ボックスの候補地があるところ。まあ、かつての3番ジェネレーターがあるところですね。
ダブルタップを真正面に見てもらって、くるっと回って後ろずーっと行ってもらって、この辺りにあります、3箇所目。はい、ということでね、今の3箇所を調べてもらうと、キーパープロテクターの3つ目のパーツが手に入ると思います。それでまあ3つ手に入ったらね、こちら、タッチパッドを押してもらうとキーパープロテクターってところのパーツが3つ、揃ってると思います。この揃った状態でマップ上に何箇所かある、こういう場所があるんですよ。ここオリジンズエリアに1個、もう1個はね、木の出屋当店のエリア、あとね、死の沼、死の沼じゃなかった、間違えて、絶望の島、いわゆるフィアリクトのエリアに1個、もう1個はね、あれはどこだっけどこだっけって言ってる時点でおかしいんだけど、もう1個はね、どこだっけな、4箇所あります。申し訳ない、あとでちょっと字幕で追加しますね、申し訳ないですけど。というでね、ここのあれですね、これの前で四角ボタンを長押しで組み立てれます。はい、これで、キーパープロテクターのを呼び出せることができます。はい、でね、キーパープロテクター呼ぶのに5000ポイントかかるんで、結構高価です結構ね、高額。これをね、呼んでいただくとキーパープロテクターっていうね、シャドウズ・オブ・イーボーの時にあのゲートキーパーっていうのがいましたね。そのゲートキーパーの青いやつが出現してね、守ってくれます。ちょっとぜひともやってみたいので、ちょっとポイント稼ぎますね。はい、5000貯まりました。5000貯まった状態で、ここに、やると、ほら、キーパープロテクターが出現。そして、ゾンビを砲撃してくれます。これね、ちゃんとついてきてくれるんでね、動いても。これね、結構強いんですよ、こいつ。やっぱね、高額だけあってね、結構強いっていうね、キーパープロテクターさん。というわけでね、まあ、今回はこのキーパー相棒、キーパープロテクターの、呼び方をご紹介しました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。おつ。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくね。おつ。